100メガショックネオジオ。はい、ってことでね、おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。今回はですね、あのネオジオのですね、ちょっと懐かしいなと思うゲームをね、何本か、やってみようかなというふうに思います。まあ本当はね、実機でできればいいんですけれども、ちょっとね、それは私できないので、まあ PSP だったりプレイステーションだったりの、まあ、そちらのゲームで振り返りたいと思いますんで、よかったら見てください。それではどうぞ。さあ最初にですね、プレイするゲームは、まあ、いろいろある中でこちら、そう、ガロー伝説ですね。こちらのゲームから始めたいと思います。それじゃあね、まずゲームを早速スタートしたいと思います。もうキャラクターがね、3人なんですよね、最初は。まあ当時ね、一番よく使ってたのがやっぱテリーなんで、テリーじゃない、アンディーなんで、アンディーで行こうかなと思います。場所はじゃあまあここから進めようかな。いやー、多分ね、私がネオジオで初めて遊んだのが、確かこれ、ガロー伝説が最初だったと思うんですよね。まあ、当時まだ格闘、対戦格闘ゲームっていうのがね、ブームになりだしたぐらいだったけども、基本的にはやっぱりもうスト2ばっかりっていう。そう、スト2以外はあんまりね、そう、みんな遊んでなかったっていう感じだった中に、ガロー伝説が置いてあって、確かに本屋さんかどっかに、ね、置いてたんですよね。何気なく遊んでみたら、それまでにね、こう遊んだことないようなキャラクターが、こう技がね、めっちゃかっこいいなと思って、そっからしばらくガロー伝説ばっかりやってたな。最初はね、テリーばっかり使ってたんですけども、全然勝てなくて、でその時にね、アンディを使ったら、アンディのね、この飛翔剣じゃなくて残影剣がどえらい強いということに気づいて、いや正直ね、今でも残影剣を使わないと全クリできないっていう。しかしなかなかあれだねBGM が独特の BGM だね、これ。出たよ、ギース様。そして2戦目にして、このマイク・バイソンのようなキャラクター、これもなんかね、覚えてる。この2戦目でこういうキャラクターが出てくるっていうところが、ちょっとスト2を皮肉ってるような感じがした。考えすぎかもしれないけど、あとまあ当時あれだな、びっくりしたっていうと、こう1戦目が終わって、まあ、2戦目になると若干ちょっと背景が変わるっていうこと。それも、あ、他のゲームでは記憶になかったような気がする。そして確かね、2戦目が終わるとっていうかなんかすごい格好してるな、あの紫のタイツ。2戦目が終わると、このボーナスゲームがあるんですよね。このボーナスゲームが、やっぱスト2と比べるとなかなか地味だなとちょっと思った。あとなんかこの時代、なんかよくいろんなゲームでハルク・ホーガンを見たような気がする。気のせいかな、それは。さあ、じゃあね、まあ、今回はこの3戦目のですね、このおじいちゃんですね、タンフルーかなこのおじいちゃんのところまで行こうかなと。このおじいちゃんが当時めっちゃ強いと思ったな。どうやって勝つんだって思って戦ってた。意外と
しゃがみパンチをしてると攻撃が、ああやられてしまった。でこの1戦目が終わると、こうそうこうやって雨が降るっていう演出、この2ラインもやっぱりあれだよね、斬新だったよね当時。これはやっぱりね、スーパーファミコンで再現しくれてなかったのが非常に残念だと思った。うわやばいやべ、ちょっと待って待って待って、おじいちゃん強い、ちょっと待って待って、おじいちゃん、あれ、あーちょっとやべ、お怖い、危ない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 、本気で今負けかけた。そして3セット目になると、もう夜のこの雨の試合、これいつまで戦ってんのって思うけど、服びしょびしょだよな。あちょっと早いな、これやっぱ亀仙人を多分意識してるんだろうね。いやー当時はどうやって勝ちゃいいんだと思いながらやってたけども、戦い方が分かれば意外とこんなもんなんだっていう、それでも多分アンディ以外ではいける自信がないけど、さあ続いてね、紹介したいネオジオのソフト、まあ当時よく遊んだネオジオのゲームはこちらですね。そう、もうこのゲームを外すわけにはいかないメタルスラッグ、その第1作目ですね、こちらやっていきたいと思います。いいねこの曲。いやーこのゲームはね、めっちゃ当時遊んだの遊んだけども、正直なんかね、ゲーセンで遊んだ記憶よりもなんかゲーセン以外の場所で遊んだ記憶の方がね多いんですよね。いわゆる駄菓子屋筐体的な感じのやつで、どこで遊んだかって言われるとねよくわからないけれども、なんかちょこちょここればっかりやってたっていう。いや当時もねなんかすごいなとは思ってやってたけど、めっちゃくちゃ絵が綺麗だなと思ってたけど、なんか今見ると当時以上にそれを感じるね。危ない、それこそゲームセンターというか、まあその家庭用ゲーム機も含めてどこまで絵が綺麗になるんだろうと思ってワクワクしてたけども、まあ、ドットに関してはもうここら辺が頂点だったんだなっていうのが思うもんな。危ない、あーしまった、完全に今見落としてた、あーあーもったいない、ヘビーマシンガン、ヘビーマシンガン。さあインで乗り込む前に先に倒しておこう。さあ乗り込みました、いいねこれ。気持ちがいい、やべやべやべ、めっちゃ食らってる、あーあーちょっと待って待って待って、あっという間に破壊されちゃう。ちょっと待ってくれ、あー壊れる、壊れてしまう。この建物の壊れ方よ本当に。すごいな、狂気だよねもうこれ。そのいや武器が狂気って意味ではなくてね、その職人たちのねこの技術というのは、本当に曲かっこいいな。さあ
なんとかこの状態のまんまボスを倒してしまいたい。倒した？まだか、まだか。おお、綺麗に終わった。まあまあ一機ぐらいしか死ななかったっていうのは、まあ久しぶりに、いや、まあ久しぶりっていうか、まあワンはちょっと前にも遊んだけども、そんなね、何回も何回もやってない割には意外と良かったんじゃないかなっていう。ただまあ2面ぐらいからどうせ死にまくるんですけどね。まあいずれこれね、ちょっとね、私メタルスラックはコンプリートで買ったっていうのもあるので、まあいずれね、こうなんかのシリーズをちょっと頑張ってやりたいなと。さすがにね、ワンクレジットぐらいでクリアできるとは思わないんですけども、ワンクレジットぐらいでクリアできたらな。動画にできるんだけどな。まあ、いずれちょっとねやっていきたいなというふうには思っております。さあ続いての、思い出深いというよりも印象に非常に残りやすいゲーム、こちらバーニングファイトですね。1991年、に出たゲームですけれども、こちらやりたいと思います。まあこのキャラクター3人選べるんで、この左のキャラクター、ナイスチョイスと言われたんで、このキャラクターでやりたいと思います。さあこのゲームなんですけれども、まあ時代もね、1991年という時代を考えるとね、非常によく分かりやすいんですが、非常にファイナルファイトに影響を受けたゲームと。まあファイナルファイトのメガドんじゃない、ネオジオ版っていう感じのゲームですね。まあポジション的にはこのキャラクターコーディに当たるんだと思うんですけれども、ただね、やっぱりこのまんまパクるわけじゃなくてね、ちゃんとオリジナリティっていうのをね出してて、そう、舞台がね、そのファイナルファイトの場合はいわゆるマッドシティだっけ、ちょっとどっか忘れたけども、まあいわゆるこのアメリカの治安の悪そうなダウンタウンが舞台になってるんですが、このゲームはね、それがあの大阪が舞台になってるっていう。いやいや、大阪そこまで治安悪くねえわって思うけど、なのでこれはあれですね、さっき食い倒れ人形があったということを考えると、いわゆるナンバですね。いやー怖い街だ。さあもう店のピアノをおもむろに壊していくスタイル。そしてあるものすべて奪って普通に歩いて帰るっていうね。あ、引かれた。いやいや、こんなことねえわ。街歩いてたトラックに引かれるなんて。しかもどう考えてもこれ歩道だよ。銃の構え方。銃は強いね、普通に。バイクに乗ってたやつがアニメートのアニメ店長みたいな見た目してた。そしてトラックをひたすら殴ると、ちょっとあのグリコのポーズおかしいよね。スキップみたいになってるけど、場所的にはここまっすぐ行くとあっちにグリコの看板があるということは、向こう側がナンバーに、ナンバーじゃないわ、日本橋になるのかな。強いんだか弱いんだか、ただ身軽なおじさんだ。ちょっと踊ってるみたいにも見える。
ただある意味ね、これね、こうファイナルファイトを超えたって言われてるゲームではありますんで、確かになんか知ってるような感じの場所が出てきて非常に親近感を覚えるんですよね。あーここ知ってるみたいな感じが非常に多くて、あーもったいない、よくあるパターンだ。 HP 満タンでクリアしてしまう、死んだ後に。さあここがね、場所がねどこかっていうのがいまいちピンとこないんですよね。ナンバーウォークにも見えるし、梅田の地下っぽい感じもするし。さあここのね、長い長い動く歩道があるってことはやっぱり梅田なのかな。これはもうあれだよね、阪急に通じる場所ですもんね。これはこのまま真っすぐ行くと、ただこんなに長くないけど長すぎるわ、いくらなんでも。向こう側見えねえみたいな感じになりそう。さあようやくたどり着くと、もうすぐに改札、そしてこのゲーム唯一の女性キャラだったような気がする、ボコ殴りだけど、平家あずささん。いやいやいや、こんな人見たことないよ大阪で一回も。さあそしてボスらしき中ボスかなを倒すと、あやっぱ阪急だわ、上に乗るんかいっていういやいやいや普通に乗れよ、しかも周りのやつもなぜか。さあ続いてのゲームはこちらですね、キングオブザモンスターズ、こちらのゲームをやりたいと思います。さあキャラクターがね、これ画廊伝説よりも倍多い、6種類ですねいますけども、私はこの右下のアストロガイ、こちらをやりたいと思います。さあステージ1東京ということでね、まあ、ステージ制っていうのがまあ分かるんですけれども、まあこのゲームはね、どうだろう、ネオジオの中ではメジャーなのかそうじゃないのかっていうのがいまいちピンとこないんですが、まあ、私はね当時すっごい好きでめっちゃやってた。それこそ画廊伝説よりも最初はハマったんじゃないかなこのゲーム。まあゲームはね非常に単純で、いわばあのモンスター同士のこのプロレス、しかもそれを都市でやってしまうっていう、まあ、そういうゲームですね。こうやってどん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 相手の体力を削って、おお東京ドームが壊れた。まあ若干地図の関係はおかしいことにはなってるけども、これは確かあれだな、これもゲームセンターよりも近所のレンタルビデオ屋さんにネオジオの筐体が置いてあって、そこでなんかすっごいやってた。さあこうやって敵を倒すとね P マークが出るんですけれども、この P マークを集めていくとキャラクターがパワーアップするので、一面でパワーアップまでいけるかな、おいけそうだなこれ。おし、これでパワーアップしてフォールを取る、そして3カウントで見事一面クリアと。でまあ今回の舞台は東京だったんですけれども、2戦目になると、お破壊率 30% はなかなかいいね、 30%33% の3並びだ本当に
ナビアチさんがいたら大変なことになっちゃった。さあ続いての舞台は岡山と、こうやってね日本全国縦断していくという。まあ岡山でね工業都市のイメージ私あんまりないんですけれども、どっちかったらね美観地区とか出ててくれた方が、倉敷とかのねの方がピンとくるんですけどね。ちなみにあの私が使ってるこのアストロガイっていうキャラクターはね、見た感じヒーローっぽいんですけれども、実はヒーローでも何でもないっていうのを最近知りましたね。なんかマッドサイエンティストが薬の力で巨大化して、しかも自我を失ったとか、なんかそんな設定だったと思う。ちょっとそれ聞いてがっかりしたよ。さあこれで、フォールを取って、そしてこれで3カウント取れるかな。いや意外といい調子だね思ってたよりも腕は衰えてない。破壊率 0%、 正義の味方だでも1万人も死んじゃってるけど。さあ今回の動画のね、最後はこちらのゲームで締めくくりたいなと思います。そうもう説明不要ですね。このゲームに関してはもうネオジオを代表するゲーム、まあその一番最初ですね、シリーズの。そうこちらザ・キング・オブ・ファイターズ94のゲームをやりたいと思います。まだこの頃はねチームエディットがないんですね。なのでもう固定で決まってるので、まあ浅見アテナを使いたいとこなんですが、まあここは日本チームでいきましょう。まあ、正直ねまだこの頃はそんなにキングオブファイターズはやってなかったんですよね。結構やりだしたのは今はね中国で流行ってますけど97からかな。俺も結構やりだしたのは96ぐらいかな。このステージの始まりのシーンかっこいい。おーおーおーおお。まあでもこのゲームの登場はやっぱり結構革新的だったと思う。っていうのも、おー危ね。それまでのファン層と全然違う。女の子が、あ、うまく技が出ない女の子が対戦格闘ゲームを結構やったりとか、あとギャラリーで、自分でできない子はギャラリーで見るっていうのがすごい増えたもんね。あとコスプレする子もめっちゃ多かったし、ストーツはやっぱりねまだ男ばっかりだったけど、よね、この草薙今日は。最初見た時はさ、まだこの頃って画廊伝説とかキングオブファイターズじゃない、龍子の剣とかがまだね主力で活躍してて、なんでそっちが主人公じゃないんだって思いながら見てたけども、気がついたら完全にあれだもんな、キャラとしても食ってしまったもんな。燃えたろ。いいね。燃えたろっていうこの言い方、本当に高校生か。これちっちゃいか当てにくいな。これはきついか。さすがに3人抜きは無理か。まあまあまあでも頑張ったねベニマル先生お願いしますよ。正直ねベニマル先生の方が使いやすいんですよね私。
強いなこいつ、使い強いか当てにくいな。さあせっかくなんでもう一戦ぐらいやりましょうか。次はどこが来るかな。おお、最後にしようって言ったらまさかまさかの同キャラ対決だ。ここの BGM かっこいいっすよね。おそらくこれは大阪の江坂なのかな。昔あれだな、ここにネオジオの本社があって、 SNK か、ネオジオって SNK の本社があって、ここのゲームセンターとかよく行ったな。あ、ダメだ。おお、まだダイモンは相性がいいから戦いやすいね。そして同キャラ対決、ここで勝ちたいな。この FM 音源なのかな、この音いいわ本当に。あぶね。おお、綺麗に決まった。気持ちがいい。燃えたろ。燃えたろ。これで3人抜きまでいけるとな。非常にいい感じで終われるんだけどな。ド真剣になるとシューティング以上に言葉が出てこなくなる。いやでもこれだけのメンバーを集めれるっていうのはすごいよね。この当時の SNK はコナミワイワイワールドぐらいだと思うもん。一つの会社でこれだけのメンバーが集まるっていうのは。あーちょっと待ってくれ。あーまあいいや、3人抜いた。いやーいいねやっぱりね。本当に今中国で97か何かがブームになってるっても分かりますね。それがあ、最後はじゃあ軽く一戦一人目だけやって終わろうかな。ここの曲もすごい好きなんだそれを、聞きながらお別れしたいと思います。出た制服バージョン。さあここの BGM はね、もう分かる人なら多分歌詞が頭に浮かぶと思いますけれども、そうサイコソルジャーの曲ですね。ということでね、今回ここまで見ていただきましてありがとうございました。まあもしかするとね、ネオジオのソフトもまたがっつり1本しっかりやるかと思いますので、よかったらその動画とかもね見ていただけると嬉しいなと思います。頭に歌が浮かんでくるあー最後は勝って終わりたい、勝って終わりたいけど、あーダメだやばい、あーダメか、あー負けてしまったしまった、ちょっと集中してなかったな。ということでここまで見ていただきましてありがとうございました。よかったら次の動画も見てください。ではではまた次の動画でお会いしましょう。ではではバイバーイ。